先生の美味しい料理配信を見ると同時に会社のまずい弁当を食べてます。その温度差でマジ泣きそう。お前それ作った人に謝れ。お前どんなものでもな、作ってくださってるんだよ。文句があるなら自分で作れ。味覚もね、なんかまずいとか美味しいとかね、人それぞれだからね。